だいぶ溜まってきたよ。ちょっと、いっくん。どうしたのよ。サムネ見たらわかんだろ。やばいって。もう現実逃避してるじゃん、すでに。俺と大地だけで。はい。こちら。なんか。いやちょっと待ってくれ。この量の牛丼を食べるよってことなのよ。これ牛丼ですよね。牛丼です。お米下にいるんだよね、見えないけど。一応ね、お米ね、みんなね、ここまでいます。ここ満タンまで。え、これちょっと量の説明一個お願いします。米、はい、9合3キロです。はい、その時点でおかしいって。9合は化け物だよな。化け物すぎる。で、お肉だけこう買ってきまして、はい、吉田さんで買いましたね。はい、が、並盛り、はい、20皿分、約2キロ、合計5キロということで。やばいよ。5キロの牛丼、皆さん5キロって分かりますか。ダンベル。じゃあちょっと、まあね、もうやるしかないですから。いけます。ちょっとずつ味変はね、途中で。あ、そうだね、それは自由にやっていただいて。じゃあちょっと、まあこいつを食い切ればということで。はい、はい、今すごいよ、これ贅沢よ。これで並盛り、いや、以上いってるよね。で、これにご飯も山盛りでいってください。うわ、これ過去一じゃない、この過酷さ。やばい、やばいねえ。ちょっとペヤングペタマックスの日じゃないんじゃないですか。日じゃないっす。これはおい、水あんま飲むなよ。確かに一応用意する。用意してたらいいね。しかも2人だからね、今日は。ありがとう。マジね、信じられないぐらいご飯あるから、ちゃんと配分考えて食べないと。ご飯ばっか余っちゃうからね。もうすごいんだけど、俺この一杯で結構お腹いっぱいになる気がする。いや、なるよね。一杯でいっぱいになっちゃうからさ。あ、可愛いから行くぞ。ではいただきます。ちょっと、まあ、七味取ってきていい。あ、いいよいいよ。そうね、自分の好きな味で食べていきましょう。下パンツだから。ちょっと待てよ、おいおい、これズボン履いてないから。いただきます。記念すべき一口目。もちろんね、うまい。そりゃそうですよね。あ、なんかこういうご飯会に限ってへが出ます。ご飯会に限ってへを濃くな。あ、でもいけるわこれ。嘘だろ、いける。うん、言ったね。いや、まだ全く減ってないからね、これ。うん、ほんのちょっと、まだ10分の1ぐらい。あ、大ちゃん結構七味入れるタイプなんだね。ふりかけのようにかけてんじゃん。すごいな。ちなみに今日はあれだからね、2人が昨日の時点で 2.5 キロいけるって言ってるから、もうこっちで奈々とあっくんはゲームやって待機してます。 YouTube 見てるんだよ。はい、いやーさ、その、ちょっと言わなきゃいけないことを言わなかったの。もう牛丼にしようって言ってた時点で。怖いね、怖いね。俺ね、牛丼苦手なんだ。ちょっと待って、ちょっと待って。でね、早く言ってくんない。うん、俺吉野家の時、絶対うなぎのやつなんだ。確かにそうだ。うなぎ食ってる、いつも。だからこんな進んでないんだ、ないちゃん。うん、そういうことか。あ、米だけなら。あ、米だけいってよ。いや、一番強敵だから。うん、米いってほしい。あ、とりあえず一杯いくかな、これ。はいはい、飛ばしちゃダメだよ。食い切る様を見ててほしい。だって食い切るから、俺らは。言った。米メイン担当で言ってじゃん。そう、だからこいつはどうするのよ。じゃあ米お願いします。これだけ頼んだじゃん、せめて。お前だって全く肉食わないよ、やばい。そうだね。だからこれだけ一回いって、その後米メインでいこう。いや、あ、もう食っちゃったじゃん。早い。一杯目終わってないのよ。早い。あ、食っちゃった。ひろゆきだし、狂いが。なんで狂っちゃうと、ひろゆきになっちゃうんだ。待て、まだ2杯目だよ。尺結構いってるぞ。ほんとだよ、もう20分ぐらいいってるからな。
ちょっと、いいよ、もうそしたらこれ、いっくん、肉食べてあげて、もう、ご飯に専念させてあげようよ。そう。うん。いや、優しい。よくね、3年生の頃かわいいって言ってた、もしもさん。なんて言われてたかも。なんて言われてたかも。米いっぱい食ってたんだけど。なんて言われてたかも。なんて言われてたと思う？あだ名みたいなことだよね。うん。異名みたいな。はいはいはい。微妙な。おむすびマン。アンパンマンじゃねえか。やらせて、俺にもそれ。なんて言われてたと思う？ライスボールジュニア。なんだろ、結局は。舐められてねえよ、ブーカー。うまい、これ、最後。グイヤー！何の時間だったぜ。喋ってたら余計膨れてきた。ちょっと待ってくれ。いや米ならいける。じゃあ米いこう。じゃあこの玉ねぎどうにかして。なんで七味くらいでそんなにみっともないの。てめえが肉食えねえのが悪いんだろ。はい、ソーリー、ヒゲソーリー。真剣に行こう。オッケー。だ真剣モード。ポチッ。ナイス。じゃあもう闇の活躍者モード。いいね。韓国スタイル。そう、また失敗だ。最近値上がりしてる卵だ。僕の小6の時のあだ名は卵でした。だって卵みたいな頭とかをしてる。好感ありがとうございます。いや、これちょっと流し込めると別だよね。ね。ハムスターみたい。またかよ。いや、ブスビーバーだ。あれ、叫ぶやつだよ。バーあれね、あれ、おもろいよな。あれって、ほんとにビーバーの声だ。あれ、ほんとに叫んでるらしいよ。あれは、敵が来た時の合図らしい。なんだったんだ、マジで。マジで、怖い、なんだったの、今の。ずっとね、長い、ずっとまだあるのに今、35分超えてる。なんてことだ。いや、でも、バウは今んとこね。今んとこ割とずっとおもろい。まあ、俺らはおもろいだから、こう、あんまりさ、こう もうダメだこいつら。あっくん助けて。もうダメだ。あっ、ちょっと最悪だ。終わったなんてこった。ちょっと生足見えてんの。あ、いやービフィー、ビフォーアフター。ビフォーアフター。どういうこと？ビフォーアフター。前と今。やばい。すごい。これでもあれだよ、さすがにこんだけ余っちゃってもったいないから、食べれないんだったら男たち呼ぶよ。俺は一回ジャンキー行こう。
よし。まあ最初はうまく食えるよ。うんうんうん、うまいよね。うん、めっちゃうまい。そのままでいってくれ。間違いない。うまいよ、違いっちゃんね。幸せ、スーパーだ。そくり海賊王に。それはルフィ。なんで乗れるんだよ。なんかベジットじゃねえこれ。見てみ。わかった。おぉ、出てっから。ハメハメハー。これベジータかな。ベジータじゃない、ベジータじゃない。殺しますよ。ベジータフリーザ。ヤムチャー。ヤムチャー。ヤムチャー。どうだったの、口で言いやがった。ヤムチャー。ちなみにジャンキー食う前どれぐらい払えてたの。8から10だと6。おお、まあ、6目。ああ、666。あ、ごめん、21。キュンしてる。ダメだよ、早送りでも出るから。これはダメだからね。え、でもまだいけるよね、まさか。さすがに。まあ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 、俺ら男だから。お前米全然食ってないよ。いや、米だけだったらいけるって言ってたやん。おいしい、ヤミこれ、高いじゃん。またいっぱい食べたいな。でしょ、しゃ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 、ハペスもーい。でももう食べれないですよ。ちょっと全然食べれなさそうだから、ちょっとあっくんも手伝ってもらって、で、あの玉ねぎはいっくんが全部食べるから。お腹減ってる、あっくんは。あ、結構減ってる。え、牛丼好き。好き好き。おデブさん。悪意があることやめてください、本当に。どんな玉ねぎいける。ね、だよな。やばすぎ、お前ら。あやもチキン。マジめんどくせえ弟しかいねえわ。チキチキチキン。やばれ。あやもチキン。これ牛じゃん。おお、いいんじゃないですか。やめろ。お、確実に半分はなくなった。来たよ。これいけんじゃね。本当にちょっとさ、お願いしますよ。逆に卵がね、やばかった。え、なんで。逆に重くなっちゃった。そう、流し込みすぎて。卵あった方がいいよね。え、なんで。嘘でしょ。分散越し。 おめえも食えよ、早く。よはーい。小さいのはメタチンコだけじゃん。何でこんな話じゃないか。結局みんなで食ってるじゃないかい。何してんねん。俺はマジもう無理よ。あ、じゃあ待って、切れてる部分的にも結構食ったように見える。 あ、これも完食したように見えんじゃね。え、すごい、やっぱ完食してるよ。じゃあ残ってるんですけど。じゃあ黙れ。何が名前だ。ごちそうさまでした。いや、見てください、これもうちょっとすごいでしょ、これ。いや、美味しかったね。うん、いやー、でも意外と余裕だったんじゃない。ね、だってあんまり誰も苦しいって言わずに食ってたよね。結構ね、あ、まだ腹8分目、うん、まあ、まだまだいけるんだ。まあまあ5キロ程度なら俺らならいけるってことですよね。いや、でもすごいね、あんだけ山盛りだったもの全部半分全部食べちゃったもんね。やったな。半分全部食べた。カメラの資格を利用してこすいこと考えようと。俺これ全部使うからな。お前ら二人が全部使うからな。待ってくれ、ね、待ってくれ。ちゃんと食べます。もちろんです。ごめんなさい。ごめんなさい。ドステップ。ああ、ならもうありがとうね。2杯もう食べてくれて。もうちょっと残ってるけど、もうでももうちょいでなくなるから。皆さん、まだちょっと残ってますけど。そうだね。はい、気
来ましたね。ほんとさ、この収録何時間かかったと思ってんの。いや、ほんとにもう2時間半食ってるからね。あの後、食ったんすよ、めっちゃ。大ちゃんはあれから戻ってこない、やばいよね。はい、見てください、この米だけ残して、はい、さっきのまんまです。あっくんも2杯食ってくれました。俺ら結構頑張ってる。俺ら4杯以上は余裕で食ってるよ。だってあっくんとあっくんが2杯でしょ。そう、ならも2杯目だし、いくんもいくんめっちゃ食って、だって見てこれ、さまざまな味変をしてるんですよ。もう口がダメだからね。こいつもね。はい、でもここまでよくやったと思います。じゃあほんのちょっとなんで、まあそれ食べるのまああと30分ぐらいかかるかな。かかりますね。この量で30分かかる。ちょっともう皆さん、くれぐれも真似しないように。誰が真似すんだこんなの。お疲れ様です。にいるから楽しい生活きっとね、ここに。